Okay. 皆さん、こんにちは。ここは私たちの学校、クラクスタン・キッド・ココです。クラクスタン・キッド・ココは大きくて古いです。1400人くらいの生徒がいます。いろいろなスポーツの部活があります。例えば、陸上部やフットボール部や水泳などがあります。また、美術部や体育のチームや外国語の歌があります。読み書きがあって、安い授業があります。生徒はクラスからクラスまで移動しないといけません。では、今から私たちの学校に見ていきましょう。僕たちの科学の教室です。ここでいろいろな実験をします。僕たちの一番好きな先生はバラルド先生です。毎週試験をします。試験は少し難しいですが、短いです。2回、科学のラブをします。科学のビデオを見ます。ビデオはとても教育的です。いろいろなビデオを見たので、私たちはたくさんの有名な科学者を知っています。僕たちは科学が大好きですよ。ここは日本語のクラスです。ここで日本語を学びます。小さいクラスですが、とても楽しくて面白いです。この教室はにはたくさんの部屋、コンピューターとエアコンがあります。時々私たちこの教科書を使います。私たちの先生に会いましょう。先生はいつも生徒を助けてくれて、とても優しくて丁寧な先生です。この教室では日本語の公開にスペイン語を学びます。ここでは毎月公開の日本語クラブが開催されます。毎月クラブはたくさんの面白いアクティビティーズをしています。私は来年もこのクラスに参加できればと思っています。ここにはたくさん行事があります。冬のダンスイベントとか、4年生のフォームダンスとか、壮行会とか、スピリットウィークがあります。休月の前に1年生のオリエンテーションがあります。でも運動会がありますね。壮行会は運動会に似ています。6月に創業式があります。入級な行事はマインドフルの月曜日とか天使ニュースです。マインドフルの月曜日は5分瞑想をします。Tuesday は、スピーカーで音楽を流します。とてもうるさいです。どれも楽しい行事です。ここは私の教室です。教室には地図とか教科書とか本があります。ここでアメリカ史と世界史を勉強します。プロジェクトをしているとき、教科書を使います。ロックコンピューターを見て、ノートを書きます。テストは難しいです。ちょっとつまらないですが、面白いです。授業中、お菓子を食べてもいいですが、携帯電話を使って、電話できます。今宿題があまりありませんですから、
私は歴史のクラスが好きです。ここはすごいです。ここは私たちが一番好きなところです。昼休みは4時間目から6時間目までです。 CHSN は食堂が2箇所あります。これがメインの食堂です。学校で 昼ご飯を買うこともいれば、うちから昼ご飯を持ってきてくる人もいます。食堂でピザやチーズバーガーやステーキがあります。クッキーは一番人気あるがあります。食堂では友達と遊んでもいいです。昼ご飯を食べるだけでなく、学生は時々ここで宿題をします。カフェテリアの欠点は とても騒々しくて、ここで宿題をショットするほんとんどの人は集中できません。いろいろな種類美術のものがあります。アートプロジェクトではいろいろメディアを使います。アートプロジェクトはユニークで面白いですから、美術のクラスにはいろいろものがあります。これ見て、ここにたくさんのマークとかピンクとか色鉛筆とかがあります。美術のクラスでは絵を描くことができます。アートプロジェクトが宿題あげてるとき、教室で昼ご飯を食べて宿題をしてもいいです。アートプロジェクトを見てください。とても綺麗ですね。これは図書館。前後は別の図書館です。学生は宿題したり、テストを勉強したりします。生徒は本当に話すことができますが、よく見ます。とても知りたいです。図書館の中に時計と本があります。本棚にある本はいつも見ることができます。これは SAT の本です。これは英語です。図書館は面白い本があります。ここはランスケープという小さい部分です。ここでたくさんの食べ物や歌詞を書くことができます。しゃべり横とトーラップが美味しくて、私の一番好きの歌詞です。ベーグルやピートのスープも美味しいです。たくさん生徒は昼ご飯を買います。ポップタッツとかクロロバイとか、たくさん飲むものがあります。ここで学校の服を買うこともできます。T シャツとか、スウェットシャツとか、パンツとか、パジャマがあります。とても便利ですよ。暑い日の時、生徒ここでお弁当を食べます。ここにたくさんのテーブルとか椅子があります。校庭では学校の後、友達と遊んだり、宿題をしたり、スポーツチームと会ったりすることができます。今日はとても寒いですから、生徒は行けません。校庭の後ろにマンションのオフィス、学校とあります。ここには校長先生と教頭先生がいます。私の教長先生は Dr. L。 ここが Dr. L のオフィスです。ここはバンドルームです。ここでバンドは楽器を練習します。私はトランペットを練習します。またいろいろな音を作ることができます。バンドルームのクラスの先生はミスターアンドです。ミスターアンドは笛を奏でます。
またバンドルームではジャズバンドが練習をしています。ここは楽器がたくさんあります。これは私のトランペット。ここにマーチンバンドのセーフがたくさんあります。バックスタンキーパー僕のスクールからは紫と金色ですから、この制服は紫です。バンドはとても楽しいです。これは体育館でここにはたくさん重いウェイトがあります。ここでいろいろなスポーツは重量り上げをします。フットボール部とかラクロスとか陸上部です。ウェイトのエクササイズマシンはフィルマトレクトです。ウェイトルームではベンチとかスクワットを押してもいいですが、またウェイトルームは噴水があります。ウェイトルームは楽しいです。Yes, hey, I'll cut it. Sorry, can we see? Kita Kokun no school color wa Murasaki to Kinjiro is the best color. Kono seifuku wa Murasaki desu. Bando wa totemo tanoshii.ここで、はい、ここ、まっすぐ見て、小さい、あ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 、ここにはたくさん重いウェイトがあります。ここでいろいろなスポーツ。ダメ。Oh my god!